次に、慶応義塾大学大学院大沢雅彦氏より若手から見たシングルIT とその将来展望という題でお話しいただきます。準備の間に大沢さんの略歴についてご説明いたします。慶応義塾大学在学中に電脳アーキテクチャ若手の会を設立いたしました。現在は博士課程で HAI ヒューマンエージェントインタラクションの分野で研究を進めながら、孫正義育英財団会員、認知科学若手の会代表、人工知能学会学生編集員などを務めております。それでは大沢さん、準備よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと下村さんから笑いを取れって言われたんですけど、なんかこんな不本意な方法で笑いが取れるなんて思ってなかったです。2018年はいい年になりそうですね。若手から見たシンギュラリティとその将来展望っていうタイトルをお題をいただいたので、そういうふうに話すことになるでしょうか。ちょっと分かんないです。先に自己紹介だけしておくと、僕は、大沢雅彦と言います。博士課程の1年生です。学生です。だから、慶応の大学院で、もしかしたら原さんの方から後からお話があるかもしれないんですけど、安西雄一郎先生って、もともと慶応の塾長やってた先生の、研究室、その系統の研究室にいます。でそういう意味ではそういうご縁もあるのかなと思ったりもするところで、今日は全能アーキテクチャ若手の会の一応設立者っていう立場で、今代表は八木くんに変わってるんですけど、そういう立場でお話しさせていただきます。あとご紹介いただいたんですが、孫さんのとことか認知科学っていう分野の若手の会とか、人工知能学会の運営とかいろいろやってるので、こういうところもし興味がある方がいらっしゃったら、後でゆっくりお話しできればなと思ったりもしています。さて、僕の方からはまず全能アーキテクチャ若手の会っていう団体について簡単にお話しさせていただければと思います。全能アーキテクチャ若手の会は2014年の夏にできた団体です。だから3年半ぐらいですかね。設立の時は関東支部と関西支部同時に立ち上げて、その翌年に社会人支部ができて、2017年去年に、九州支部ができている、そういうような状況です。実は今日関西支部のメンバーとか九州支部のメンバーとかも遊びに来てくれているので、懇親会の時とかぜひ、交流していただければいいと思います。で、Facebook グループで、メンバー管理してるんですけど、今1988人かかっているような状況です。で、運営してるのはその中の100人ちょっとぐらいが、運営メンバーとしてチームに入ってるような状況です。で、どんな団体なんですかっていう話なんですけど、一応最初は脳や人工知能、そしてそれらが与える影響について全て、興味がある全ての人のためのコミュニティとかって言ってたんですけど、今現状どうなってるかっていうと、もう全ての人のためのコミュニティ、もう何なんだこれは、はっきりしろよって感じなんですけど、でもこれは真面目に言っていて、結局僕らが目指しているのってなんか、簡単に言えば人工知能とか神経科学とかそういうことなのかもしれないけど、その先にある知能のことが知りたいわけだし、人間の本質を知りたいわけだし、あ、これあれですね、なるほど、ちょっとスライド差し替えるの忘れたな、これごめんなさい。今気づいてよかったですね。なぜか自己紹介がこの後に来るっていう構成になってるんですけど、しょうがないですね。僕ドラえもん作りたいんですけど、スライドいい、僕ドラえもん作りたいんですよ。ドラえもんが作りたくて、小学生の時からずっとドラえもん作るために生きてきたんです、僕って。いまだにずっとそう言ってるんですけど、ドラえもん作るってなった時に関係ないものって何もなかったんですよ。なんかドラえもんって結局人みたいなロボットって簡単に言ってしまえばそうだけど、人のこと知らなきゃダメだし、ロボットのことを知らなきゃいけないし、で関係なかったことが今までの人生で何もないんですよ。でそれ結局なんか僕の分野とかそういうつまらないことに縛られてるんじゃなくて、結局いろんな人とお互いの価値観を認め合ってそうやってやっていかないと絶対ドラえもんなんてできないし、僕にとってはドラえもんっていう言葉で語るものだけど、きっとみんなにとっても人について知りたいとか、こんなロボット作りたいっていう、その本質ってもっともっと大きなものだと思うんです。で、そういうことをやりたいっていう団体です、これは。だから全ての人のためのコミュニティなんです。だから誰か一人が作ったドラえもんじゃ意味がなくて、みんなで作ったドラえもんっていうのに僕は魅力を感じる、そういう考え方をしています。はい、スライド関係なくなりましたね。
2018年になりました。皆さんが思うシンギュラリティってどんなイメージですかっていうのって、まずなんか大前提として通ってみたいなって思うんです。どんなイメージなんでしょう。まあ聞かないですけど、変に当てたりはしないですけど、想像してみるといろいろあるんじゃないかな、なんとなくでも。で、じゃあ1993年、実はこれ僕が生まれた年なんですけど、その年のドラえもんの長編映画になったやつをちょっとだけ紹介したいなと思います。で、のび太とプリキのラビリンスっていう作品だったんですけど、これどういうお話かっていうと、昔じゃないや、舞台がちゃもちゃ星っていうところで、ここすごい発展をしていると。で、なんかいろいろな働きをするロボットがどんどん開発されてるんです。で、農場とか工業とか、まあ、交通とか警察軍隊まで全部ロボットがやるようになってきました。もうこの後の展開ってあれですよね、なんとなく想像できるかもしれないけど、そのうち発明するのもめんどくさくなってきて、発明するロボットを作っちゃいました。で、発明するロボットを作ったから、もう本当に人間働く必要がなくなって、働かなくてもどん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 新しい技術が進んでいくような風になりました。じゃあその後どうなったでしょう。それも想像の通りだと思います。乗っ取り始めるんですよね、ロボットが。もう使えない人間の時代は終わりだって言って支配を始める。まあもちろんドラえもんの映画なので、この後のび太くんたちが頑張って、まあ、なんとかするんですけど、でも僕がこれ注目してるのは何かっていうと、これ1993年にこの話があったっていう事実なんですね。もう実際に言えばこれって92年から始まったコロコロの連載なので、僕が生まれる前から藤子 F 不二雄先生がこういうストーリーをもう描いてたっていうことなんです。で、さっき聞いたようにシンギュラリティってなんとなく頭に浮かべると、ロボットが自分で研究して自分で開発し始めて、もう収拾つかなくなってみたいな、なんとなく思ってる。それを思うことはもちろんすごい素晴らしいことだしいいんだけど、でもそれって技術を踏まえて考えてる、気になってるっていうところがあったらちょっと危険なんじゃないかな。93年ってディープラーニングなんてもともとないし、スマホなんてないし、技術レベルは今と全然違うはずで、全然違う技術を踏まえても今と同じ想像ができてたって思うと、なんかちょっともうちょっと 今だったらもっと深い議論ができてもいいはず。だから今日はせっかくこれだけ素晴らしい方々に集まっていただいて、これだけの人がね、集合して話すんだから、もっともっと少しでも地に足をつけて話せるんじゃないかな、そういう期待をしています。で、最後になんですけど、まあ、2045年ってこれすごいよく見る数字なのかなって思うんですけど、2045年何歳ですか皆さんっていう。今日若い人が結構多いと思うんですけど、僕2045年って52歳なんですよ。52歳って下村さんと同い年なんですね。今の下村さんが52歳なんですよ。この前まで47歳だって嘘つかれてたんですけど、今日ガチで教えてください、何歳ですかって聞いたら52歳だったんですよ。だから、もう下村さんといえばですよ、かの下村さんといえば日本のトップ、間違いなくみんなが認める日本のリーダーで、素晴らしい実績を持って、それでもなお活躍されてる、その本当にみんなのリーダー、そういう立場になるんですよ。2045年って、僕25歳なんですけど、それってすごい意識すべきところなんじゃないかなと思うんです。つまりシンギュラリティが本当に分かんないですよ、2045年に起こるか分かんないし、もっと早いかもしれないし、もっと遅いかもしれないんだけど、今2045年を見据えて動こうってするんだったら、見据えて動くのはむしろ若手がもっともっと積極的に関わっていくべき、そういう話をしてるんだと思うんです。残り1分らしいです。1分で喋るかな。シンギュラリティ、なんかどうしても受け身になりがちなんですよ。シンギュラリティって、シンギュラリティが起きるとか、職を奪われるとか、なんかシンギュラリティになったらとか。でも技術ってそうじゃなかったはずじゃないですか。今までドラえもんを作るだし、僕って
もうみんなにとってもこれを作るとかこれをやるとかこうなりたいとか能動的な言葉を使えるんだったら、シンギュラリティになって能動的な言葉を使ってもいいはず。シンギュラリティを起こすとか、シンギュラリティ、こんなシンギュラリティにするとか、そういう強い志を持ってやっていいものだって僕は思うんです。まあそういうわけで、最後このスライドにしたんですけど、まあそういう考えを持って今日来ました。だからなんだろう、この場に聴衆は一人もいないと思ってます。みんなで議論する、みんなで登壇者って言ったらあれかもしれないけど、みんなで議論する仲間だと思うので、そういう意図でツイッターを用意してます。もう今日は若い人とかベテランの人とか男女とかもなんか職業とか専門とか全然関係ないので、なんか自分なりにいろいろ考えて一緒に議論できたらいいなと思います。全然誰もじゃないですけどね、あんまツイートしてないですからね、今のところ見たところ。あ、電源が欲しいっていうツイートがありましたよ。ぜひぜひツイッターつぶやくといいことがあるぞっていう例として、電源用意できたら、あ、ゼロって書いてありますね。やめろと言われたのでそれぐらいしておきます。僕パネルの時にもまた戻ってくるので、ぜひ僕もツイッターやるので、なんか例えば一般的にツイートするのがちょっとってなったら僕のに送りつけてくれたりすると、もうパネルとかでもピックアップして喋るし、みんなで語りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。